木材を切らしてくれ。サブクエストをさ、見る場面が欲しいよね。ないもんね、このゲーム。うわ、なんだこれ。こうなってくるともうさ、武器をとことん上げた方がいいんだろうな、俺のスタイルでは。汎用性を高めるためにね、蹴り、キックを上げようかなと思ってんだけど、投げもいいよね。知力はもういいや。頭ね。いや、だからこれ、頭とさ、ね、続きと計略強くなって、これすごくね。まあ、撃たれてるさ、まだ足りてる。次か。さっきを切らせてくれや。刀が槍も持ってんのかお前たち。実は やべやりなんですか。やりあー落ちちゃうんか。剣でいくか。どうだろうな、こいつら。やたら投げ物してくるね。あ、強い。打たれ強さが足りない。いや、剣が取れねえんだわ。しょうがない。軍鎮。軍鎮の方が強かったまである。ふい。OK。
なんでここ、あ、川でしか来れないんだね。ね、忘れたね、ケイに来れば槍誰も手に入ると。さて何ピション無理じゃん。なんだろう、まっさら来るっつって。あ、装備かな。あ、満タンで、あ、やっぱりね。あー、ステータスポイントの割り振りを、なるほどなるほど、タダでもらえんだ1個は。完了分身揃い組、強いぜ。よし、あ、拾えたと思ったら、うわ強い。オッケー、オッケー、経験値が半端ねえ。知恵の方向って、あー、そうなんだ。まだ大丈夫か。
ああ、なるほどね。木材をさ、ゲットしたかったんだけどね。これだけ、やっちゃおっかな。その後ね、木材とか、おっと。なしかけある。意外とね、そのブドウっていいと思ってます、私。ギロチン。エルボー、なるほどね。ジャンピングはさ、ギロチンの方が良さそうだよね。まあ、ジャンプキック使わねえけど。入っていいんだ。頭じゃないか。よいしょ。これ綺麗な毛。多分入ってないね。あ、次んとページがあったの。なるほどね。12個って1、2、3、4、5、6、7、8個だったんだ、ここ。ね。いい値段で売れんの、うお。こういうのさ、もったいない気するんだけどさ。ね。12しか売れないじゃん。こういうことだね。で、最後、城に入って、どうせ西野も役人だっか。うん。オッケー。そしたら、木材切りつつ、まあまあ、戻って、ある程度ね、ここを進めちゃおうかなと思っています。それでは、最後の視聴いただき、ありがとうございます。